レイヤーソルジャーズソウル、一丁やってやるぜ。大いなる戦いがここから始まった。あなたは負けることはない、私は信じています。第10の球マカツキューへ突入したセイヤたち。しかしそこにゴールドセイントの姿はなかった。セイヤたちは一気に球を駆け抜けようとする。だがその背後から不意をついて、ヤギ座カプリコーンのゴールドセイントシュラが恐るべき手刀で大地を深く切り裂き、シリュウと他の3人を分断してしまう。お前がマカツキューを守護するカプリコーンのシュラ、他の3人のように飛べなかったところを見ると、俺が切り裂いた亀裂に恐れおののいたようだな。俺まで飛んでいたら今頃貴様の第二の攻撃で地の底へまっしぐらに落とされていただろう。ほう、仲間を無事に逃がすためにあえてこの場に残ったというのか。こしゃくな、後悔するぞ小僧。お前もアイオロス同様あの世に送り届けてやるわ。まさか前がアイオロスを。そうだ、恐れ多くもアテナ殺害を試みたアイオロスに天誅を加えたのはこのシュラだ。シュラよ、13年前アイオロスが命に代えて守った赤ん坊こそお前が忠を尽くしているアテナ、その人だったんだぞ。バカな、アテナはこのサンクチュアリにおられるのだ。言えすいた嘘をつくな。だがお前はアテナの姿を見たことがあるのか。それは。黙れ、口の減らない奴め。二度と喋れんように首を落としてやる。このシリュウのコスモ、すべてお前に叩きつけてやる。お前の心臓を串刺しにしてやる。ファイト。我が聖剣の前に一つ聞く、なぜ俺たちをマカツキューの中で襲ったか。俺の存在に気がついていた。マカツキューにある手高いアテナ像をお前ら虫けら殿を血で汚すわけにはいかんからな。ドザン優勝。俺の鋼のように研ぎ澄まされた両手両足はゴールドセインの12人の中でも最強の威力を持っているのだ。僕のストーンはいかなるものも切り裂くエクスカリバーと呼ばれている。エクスカリバー、尽くしたセインドザン昇竜派が与えたのだ。サンクチュアリに反逆を企てるお前たちを聖なる剣エクスカリバーで切り刻んでやろう。この一撃で決める。サンクチュアリに、いやさほどもアテナに対する反逆の罪を気を持って償え。何もかもここまで切り裂くとか。燃えろ燃えろ。ウィナー、最高の強度を誇るドラゴンの盾には通用しない。甘いぞ、そんな子供騙しの技がゴールドセイントのこの修羅に通用するか。そーら、ついでにクロスも全て剥ぎ取ってくれるわ。エクスカリバーの切れ味を思い知るがいい。最強を誇るこのドラゴンの盾まで真っ二つにするとは。これで終わりだ。今首を落として楽にしてやるぞ。
なんだ、この絶体絶命の時にこの男のコスモは衰えるどころかさらに増大していく。この支流にはまだ残されたものがあるというのか。老師、お言葉に背いて申し訳ありません。この支流、老師の戒めを破ります。シュラ、今から俺は老師に禁じられた技を使う。たとえこの支流の5体全てが飛ばされたとしても、俺は一人では死なんぞ。5体全てが飛ばされたとしても一人では死なん。このエクスカリバーの錆にしてくれる。ファイト。シュラ、お前は知らないようだから教えておこう。お前がアイオロスを一緒に落とした時、まだアイオロスは生き返ってはいなかったのだ。アテナを守らねばならぬ一心で谷底から這い上がってきたに違いない。ロザン昇竜派。アカネ、アテナ、その命に懸けて守りきったアイオロス。ロザン、真の戦士じゃん。優勝。あの小娘のロザン、優勝。まさか。いや、ありえん。アテナは教皇と共におられるのだ。こんなプロンクの言うことなら、真実はならん。同志の戒めを破ります。外れの攻撃。今まで怖まるで別人のようだ。まるで竜人が支流の体に乗り移ったのだ。その日も五山昇竜派を圧倒し始めている。支流は無意識のうちに五山昇竜派に目覚めているのか。五山昇竜派、観念しろ。もはや死に時だぞ支流。英雄ウィナー、アテナのために戦う。セイントなら分かりきったこと。さあ、約束通りお前も連れて行くぞシュラ。この技はロザン交流派。交流派は我が体温ある老師に禁じられていた。己の命と引き換えにどんな強敵も滅ぼす絶対無比の技。なんだと、ライブラの老師にか。ならばなぜそうまでして戦う。なぜだシュラ。セイントなら分かりきったこと。アテナのためだ。アテナはこれから平和を乱す邪悪と戦わなければならない大事な人。その沙織さんが悪を打ち払い、この世が平和になり、それによって俺たちのような不幸な子供たちがいなくなるのなら、この支流一人の命など安いものだ。お前のような男がまだこの世にいたとは。どうやら俺は間違っていたようだ。許せ支流よ、アイオロスよ。支流、お前は死んではならん。お前のような男こそ生き抜いて、これからもアテナのために戦わなければならないのだ。だがもう遅いようだ。間もなく俺たちの体は燃え尽きる。そして俺たちのコスモは塵となって永遠に宇宙を漂う。これからはせめて星となってアテナを守るか。なあ支流、支流よ。このコスモは支流、支流。全てのコスモを燃やし尽くし空に消えた支流。聖夜たちは友の死を乗り越え先へと進む。欧米宮を守護するのは氷河の使ともいえる存在。そしてその優しさゆえ天秤宮に落ちた氷河を
氷の棺に封じ込めたアクエリアスのゴールドセイントカミューだった。水と氷の魔術師と称され、限りなく絶対零度に近い陶器を操るカミュー。今はただここまで来てしまった氷河を静かに見据えている。聖夜、シュン、先に行ってくれ。氷河、ここはカミューと俺だけにしてもらいたい。誰にも邪魔されたくない。たとえお前たちにもだ。氷河、私はな、いや、もはや何も言うまい。俺はあなたに数々のことを教えていただきました。とても礼の言葉では言い尽くせません。その礼を言葉ではなく、セイントとして行動で示します。あなたに授かった全てをぶつけて。よかろう。ならば私も全てをもってお前に答えよう。来い、氷河。前、白鳥よ。かかってくるがいい。ファイト。フリージングコピー。あなたが授かったのに全てをぶつけて、ちゃんと好きになりたい。俺はあなたを倒す。ならば、私も全てを持ってお前に答え、今度こそ確実に打ってやろう。ダイヤモンドダスト、オーロラサンダーアタック。フリージングコピー。何？それだ。フリージングコイル。ダイヤモンドラスト。これがキムラ様後期だ。氷河、天秤級でもその身をもって教えた。お前の陶器では私は倒せない。真の陶器である絶対霊道を身につけていないお前に勝ち目はない。これだ、ダイヤモンドホロライヒョン、お前はどうあがいてこの私の会社で陶器を高めることはできん。絶対霊道とは何だ。答えろヒョン。絶対霊道とは、物質の原子全てが運動を失う女。そうだ、破壊の根本は原子を砕くことにある。それらの闘技の本質は発表よ。ダイヤモンドダスト。乗りつけ。ウィナー、クールに徹して敵を撃つ。氷河よ、お前はあのまま氷の棺で眠っておくべきだったのだ。お前の陶器では私を倒すことなどできん。真の陶器というものをお前に教えてやる。完全なる敗北を悟り、再びこの陶器によって死すべし。氷河、オーロラエクスキューション。ああ、せめてお前の死にはもう一度氷の棺をくれてやる。このフリージングコフィンもな。今夜こそ安らかに眠るのだ、氷河よ。ほぉ、まさか、うちから氷の棺を砕くとは。フリージングコフィンを砕くには零下273度以下の陶器を必要とする。それはつまり絶対零度。まさか氷河は無意識のうちに絶対零度を。カミューよ、言ったはずだ。この氷河の陶器が絶対零度までいかなくても、あなたの位まで高めてみせると。そしてあなたを倒すと。
あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミユ、あなたを倒す。私もすべてを持ってお前に答えてやる。はい、と。それだよ、ハイレードの翼を受けてみろ。ティグナ最大の剣、オーロラエクスキューション。しかし、追いつく。それでも私を倒すことはできん。ゴールドクロスは絶対レードでなければ突破し、私がゴールドクロスをまとって、前の方で私を倒すことはできんのだ。ヒョウカ、お前は本当に絶対レードの闘志を身につけたというのだ。神、あなたは俺に教えてくれました。一度戦いの始まりとなるのに、男なら途中で説を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くのだ。クールに決するのだ。あなたは無言のうちに強烈に攻撃を受けてくれていた。神、その程度か。受けろ、絶対レードの真髄を。氷河、お前は神を無視し、絶対レードの闘気を身につけたと言うのだ。それだよ、ハイレードの翼を受けてみろ。ティグナ最大の剣、オーロラエクスキューション。ルーム、取り付け。ウィナー、ありがとう我が士神。私と互角に闘気を放ちながら、すでに意識を失っている。バカ、あれはオーロラエクスキューション。無駄だ。オーロラエクスキューションは闘気を無限大に発揮するカミュ最大の技。一度や二度その身に受けたからといって、やすやすと真似ることなどできん。私とオーロラエクスキューションを打ち合うつもりか。ならば受ける、ヒョウガ、オーロラエクスキューションの真髄を。こんな季節にひとひらの雪。せいや、今ヒョウガのコスモが僕たちにさよならを。振り返るなよ、シュン。行こう、操御球はもう目の前だ。見事だ、氷河よ。この戦いの中、オーロラエクスキューションをその身に受けながら、自分の技に、そして生死の境で絶対レードを身につけ、お前は死である。このカミユのコスモも遥かに超え、究極のコスモ、セブンセンシズに目覚めたのだ。まさしくお前は、このカミユの全てを受け継いだ。できればその力を、お前の信じる道に使わせてやりたかった。お前を、この先も生かしてやりたい。だがもはや、この神湯にもどうすることもできぬようだ。許せ、氷河。神湯、あなたは命を懸けて俺を絶対レードまで導いてくれたのですね。あなたから受けた数々のことは決して忘れない。ありがとう、我が神神湯。そしてさようなら。12球最後の球、創業球を目前にして、シュンは聖夜に自分を置いてまっすぐ教皇の間を目指すよう伝える。
創魚球を預かるセイント。その美しさは88のセイントの中でも随一と言われる天と地の狭間に輝きを誇る美の戦士、魚座ピスケスのアフロディーテ。彼こそ春をセイントに育てた恩師を倒した男だった。ちょっと通らせてもらうぜ、アバヨピスケスのゴールドセイント。聖夜の邪魔はさせないよ。あなたの相手は僕だ。ケフェウスのアルビオレ先生の仇を取らせてもらう。なるほど、美しい師弟愛というところか。だが仇討ちどころか返り討ちになるのが敵の山だ。アフロディーテ、どうしてあなたは僕の先生を。君の死はどうやらサンクチュアリに疑惑を持つ者らしく、教皇の召集にさえ長い年月一度も応じなかった。よって教皇から勅命を受けた私が彼を成敗したわけさ。君はさっき敵を討つと言ったが、この程度の実力では犬死にするだけだぞ。何を。あなたが先生に詫びるまで僕は戦い続ける。先生、あなたを殺したピスケスのアフロディーテは先生に教わった全てをぶつけて僕が倒します。今こそ僕の本当の力を見せてやる。さあ、君も死のもとへ行きたまえ。先生の仇を討つためにも僕は負けられない。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト。ダニアンドロス。アンドロメダ、一つ教えてやろう。ダニアンドロス。途中で生き返ったバラの葬列に送られた。何何何何何。この先、教皇のままではデモンローズという猛毒のバラで埋め尽くされて、ペガサスはおそらく10個とくすまるらしい。そうしちゃいられない。聖夜のところへ行かなければ。さあ、魔のバラの狂気の取り方となり、ペガサスの後を追いかまえ。デモンローズはその花粉を吸っただけで五感を失う。苦しむことなく闘争のうちに死ぬことができる。おとなしく目を閉じてね。これ以上死の恐怖を味わわずに、なぜ立ち上がる、アンドロメダ。僕は目をつぶって死ぬまでの闘争に必要なのだよ。虫ちゃん、デモンドー。兄さんも約束したんだ。最後まで男らしく戦うと。やるじゃないか。死を見舞ってやるぞ。ビナー。誰も傷つけたくないの。すでにロイヤルデモンローズを受けている者は放っておいても間もなく死が訪れるのだが、どうやらその時までじっとしてはいられんようだ。よかろう、ならば即座に死をくれてやろう。受けろ、黒バラの恐怖を、ダニアンローズ。終わりだ、アンドロメダ。ピラニアンローズに食いつくされ、二つの鎖もクロスも失った君にはもはや何もできまい。本当は生身の剣は使いたくない。だけど僕の命もあと数分で終わるだろう。そしたら先生の仇は打てなくなる。今こそ受けろ、アフロディーテ、このアンドロメダ旬の真の力を。
なんだこれは。私の周りの空気の流れが渦となってストリームを巻き起こしている。そう、このネビュラストリームは僕次第で限りなく激しくなる。そして最後にはとてつもないパワーに変化するのだ。バカな、アンドロメダがこんな強大なコスモを秘めていたと。アフロディーテ、もはや僕の思い一つであなたの生死が決まる。だがもしあなたがセイヤを助けてくれるなら、アテナのセイントとして心を改め先生の霊に詫びてくれるなら。甘いぞアンドロメダ、この程度で私に勝ったつもりなのか。今こそ本当の僕の力を見せてやる。この勝負美しく制してみせよう。はいと。あなたは標高の邪悪に依存していることを知らないのか。標高こそ幼き日のアテナを覆いしようとしたサンクチュアリの反逆者であることを知っているさ。私は過去の標高の行いを知った上で忠誠を誓っているのだ。力こそ正義の偉大な力を持った標高こそサンクチュアリを治めるにふさわしい。幼き赤子の後に何ができたというのだ。そんな理屈はどこか間違っている。そんな攻撃では弱い人間はどうなる。力を持たぬ者を常に悪者にしたないというのか。その通り、標高がいたからこそ大地の平和が今まで守られてきたが、標高がいなければ大地は今頃無数の邪悪によって支配される。ネビュラストリーム、ダメよ。ウィナー。兄さん、僕最後まで男らしく戦ったよ。これだけの悪あがきをすると、君にはもはやこの白バラブラッディローズを撃つ以外あるまい。私の手から離れた瞬間に君の心臓に突き刺さり、何者であろうとかわすことはできない。そしてこの白バラが君の血をすべて吸い尽くし真紅に変わった時、君は死ぬ。やめろ、やめるんだアフロディーテ。ストリームはコスモを高めれば無限に変化すると言ったはずだ。ストリームがストームに変わるのだ。そうすれば今度こそあなたは確実に死ぬ。やってみたまえ。私が死ぬのが先か、君がこの白バラに射抜かれ死ぬのが先か。受けろ、ブラッディーローズ。爆発しろ、ネビュラよ。見事だ。アンドロメダ。だが、間もなく君もブラッディーローズにその命を奪い尽くされ。滅びる。兄さん、僕は約束通り最後まで男らしく戦ったよ。先生の仇も取った。これで少しでも平和に近づいたかな。